一番明確に水を意識し始めた一つのきっかけとしては2011年の東日本大震災での津波被害の状況だったり、その残酷性だったり、その反面で美しさだったり恩恵をもたらす存在であるっていうのはこう全てつながっているんだなっていうような感覚というものをこう自分で感じまして、今日まで日本画の画材を用いて制作しているという形です。垂らし込みという技法を用いてまして、やっぱり自然を表現したい、自然の本質に迫りたいっていう思いの時に、自然とは何かって考えるとやっぱり人間がどうにかできるようなものではないなっていうところが自分の中にあって、そういったところをこう制作に落とし込んだ時に、あえてこう全部コントロールして思い通りに仕上げるんじゃなくて、そういったこう余白を作ることによって、その空間に新たにまたこう空間の中で動きだったり変化が生まれていく、それをこうすくい取っていくような表現方法になっています。海が津波という形に姿を変えて大地に押し寄せた、そのために多くの人の命が亡くなった事実っていうのはあって、ただその海っていうのは水の最終的な終着点ではなくて、その循環する一部であるなっていうふうに感じまして、水が水蒸気となって雲を作った、山に雨を降らせて川を作ってまた海という器に流れ込んでいくっていう、その循環っていうものの中に自分もいるというか、自然そのものがただあるその姿をこう作品の中でこう表現の中に力を借りながら落とし込んで、何かをこう、まあ、形にしたいっていう思いがだんだん強くなっているっていう感じです。している一つの要因として、やはりこの日本の風土っていうのがやっぱり大きいなというふうに感じています。その日本の風土で培われたこの自然観っていうものはやはり独自のものがあると思っていて、それがこう自分の中の根底に流れているルーツのようなものといいますか、ただ美しいだけではなくて、この石巻っていう場所で描いているからこそ強まっている風土感っていう、湿度とか匂いとかそういったものをこの展示で見てもらえたらいいなと思っています。一つの空間で作品同士が共鳴するような一つの世界観をこう形成したいっていう思いがやっぱり強くて、囲まれている中で生まれる世界観みたいなものがやはり、今回より強く出たんじゃないかなと、自負しております。かなたさんのおかげで世界各国の人に見てもらって、それでも何かこう通じるものがあるっていうことが自分としてはすごい嬉しいことで、自分がいいなと思って信じてやっていることが世界中のどこかの人もいいなと思ってくれる部分があったってことが、それも水が根底でつながっているっていう部分の一つの証明というか感じたりして、新しく変化することも大事ですけど、どんどんこう掘り進めていくっていう行為も実はそのどこに出るか分かんないですけど、なんかまた新しい表現につながってるかなっていうふうには思います。